はい、皆さんこんにちは、カンナと申します。ではね、引き続きやっていこうと思います。早速ね、神曲が流れておりますね。確かは前は雲というものをねぶっ倒して、いや違う、仲直りしたんや。あ、おるやんけこんにちは。あら、来てくれたのね。あなたならいつでも歓迎よ。ただし、お行儀よくね。うふふ。なにね。もう一回話しかけても何も変わらんよな。あ、オッケー。まあ、ええやつになったからよかった。はい、行きましょう。なんかある。これ、あれだね。メタトン。デテドン的な。メタトンの最新オペラのポスターだ。運命の波に引き裂かれた不運な恋人たちの悲劇らしい。またなんか始まるんか？そろそろ始まりますね、これね。はい、というわけで行きましょう。うわぁ、始まりそう。あの人間は、見とる。もしかして、私は運命の人、ドレス着とるで、おい。あら、やだー。どうしましょう。これから恋に落ちるのかしら？ロミオとジュリエット的な？あなた、逃げてよ。逃げよう。王様に見つかる。上上がろうぜ。上がれへんの？人間はできな、敵なの。悲しい。逃げさせろ。けれども、話しかけられへんのか。檻に入れられ。きっとぶっ殺される。これでお別れ、バイバイバイ、涙が出る。いや、素敵やん。残酷な歌やけど、とても悲しいわ。あなたが牢屋に閉じ込められてしまうなんて。助けてよ。じゃあさようなら。え、ピッ、あ、お、来るんかい。ああ、一体どうすればいいの。知るか。私の運命の人は地下の牢屋に閉じ込められてしまった。お前がやったやろ。愛しいあの人は卑劣なパズルの罠にかかり、間違いなく死んでしまうわまたや。なんか見たことあった、これ。あの、ピクルスとかさ、サンズのとこで見たことあるぞ。ああ、なんと恐ろしい。カラータイルのパズルよ。色のついたタイルの一つ一つに残酷な仕掛けが。例えば、緑のタイルは踏むと音が鳴り、モンスターとのパズル。赤いタイルは、待てよ。このパズル100個くらい前のエリアで。みたいな、あれ100個くらい前の。そんな前のエリアなの、あれって。マジ？ああ、やっぱりそうだ。じゃあ、ルール覚えてるね。覚えてない。あの、ピンクが安全やったかな。そうか、それなら、ぐだぐだ説明を繰り返す必要はないな。え？ああ、それから、急いだ方がいいと思うよ。え？なぜなら、30秒以内にクリアしないと、死んでもらいます。見てくな。あ、やべ、後ろが来る。バーナーで焼き殺されちゃうからね。お前がやってんだろ。あはは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 は。かわいそうなんだ。悲しみのあまり笑いが止まらない。何笑っとんねん。それじゃ頑張って助けてよ。やべ。人間が落ちたよ。涙、笑わない。タイルのパズル。パルールは忘れた。ダメだ。死ぬ。残念。無理ないんけど。処刑だ。いや、だって無理やもん。燃えろ。あの、あ？おっと、残念。時間切れだ。あ。では、約束通り、火炙りになっていただきましょう。え、マジ、助けて。さあ、もう逃げ目はないよ。アルフィーとかいうやつ。アルフィー。あ。絶命。大ピンチ。アルフィー？ああ、もうダメだ。え？5本。
ブル、はいはいはい、大変、今助けてあげるからね。やったぜ。ファイアウォールをハッキングするからね。ウイルスソフトかな。オーノー、なんということだ。てか、待っとったやろ、メタトン。メタトン優しくね？待っとったっぽくない？オーノー、なんということだ。優秀なドクターアルフィーにまだしもやら、してやられた。待ってくれとったよな、さっき。その通りよ。メタトン、あ、観念しなさいです。あなたに私社長を倒すことはできない。私たちは最強のコンビを、ほほほ。あなたの、パーツのもここまで、諦めてお家に帰りなさい。なんだって、パズルはここまで。アルフィーに寝言が寝てから言ってほしいね。緑のタイルを踏むとどうなるか忘れたのかい。音が鳴ってモンスターとのバトルが始まる。そのモンスターというのは僕のこと、え？マジ？カッパカッパカッパのマークのカッパズシータのコメントだったんですけど、え、マジ？黄色い声を上げる。キャーキャー。何？さあ、お別れの時間だよ、この子ちゃん。え？いや。あ、もしもし。うん、君の電話？早く出た方がいいよ。もしもし、大丈夫だよ、落ち着いて。携帯にもう一つ秘密の機能をつけたの。黄色のボタン、黄色いボタンがあるよね。どこ。行動メニューを開いて押してみて。オッケー。携帯の行動メニューが光っている。あ、黄色いボタン。黄色いボタンを押した携帯のメタトンのボディに共鳴している。おお、なんだ、その黄色い光は。あれ、バグってね。今だよ、Z オレンジして OK マーカーソルルー。今机がない、揺れるほど連打して OK。 うわー、そんなバカだ。やられた、棒読みか。なんということだよ、君は思ったより強いようだ。またね。プルル、やったね。そんなことないよ。あなたが頑張ってくれたよ。私はどうでもいい機能を携帯にプログラミングしただけであり、別に何もしてないんだからね。あのね、変な、ね、思われるかもしれないけど、一つ言ってもいいかな。どうぞ。ん？あなたに会う前はね、私、自分のことを好きではなかったんだ。ずっと自分なんてできそうないだって思ってた。何かやろうとすると、なんか必ず誰かをがっかりさせちゃうってそう思ってた。でもね、あなたのガイドはやってみてからは、私、自信が湧いてきたよ。あなたが私に協力させてくれたおかげだよ。そんなことないですよ。それはそうと、子はもうすぐそこだよ。メタホテルのロビーを抜けたらすぐだからね。さあ、行こう。メタホテルとは。なんや。メタホテルとは？メタとのホテルがあるんか？あらやだん。うわ、なんかおる。やべ。あ、こいつら、ホモーや。ちょっと待って、こいつ、あれくれるやつやんな。アイス。こっちが寸劇やっとったとこね、把握なり。多分上行くんやろ、正規ルートは。そんな感じがする。こっちは？あ、うん？あれ？ファイヤーマン？よう、君、俺の名前覚えてる？はい。本当に覚えてたの？まさか、この俺が負けるなんて。君が覚えてくれたことを、俺は覚えとこよ。それだけ？ファイヤーエンブレムじゃなかったっけ？なんかファイアーエンブレム的な感じやったような気がする。これ行き先はいかんでよ、行き。あ、めっちゃ驚いとう顔人。バイバイ、ファイアーエンブレム。確か、写真にも撮っとったからな、名前な。覚えとうぞ。お、君はこの前な、ここに移ってから店は大繁盛さ。そこの二人におかげだよ。アイス食べるって言ってたのもんな。この戦いが終わったらアイスクリームを食べようぜって言っとった。なんかよし、アイスクリームを全部買ってくれてね。というわけで、君に売ってあげる分はもうないんだ。ふざけんね。そうだ、君には届けのものをあげよう。僕のピカピカのスマイルさ、どうだ？ありがとう。うん、なるほど。あ、うっす。てか、あんたをぶっ殺す話。あれ、しばらく気にしたからさ。あんたに姉さんには内緒の、アンダインは消滅しました。あ、幸せそうだ。よかったね。バービーコ、ビーバービーコ、バービーコ。少ないな。ちょっとアイテムなんかさ、ないかな。アイテム。
ホットドッグはサンズのやつやからあんまり入れたくなくて使いたくないんよな、言うたら。まあいっか、これで買ってくれへんやろ。うん、オッケーオッケー。ちょっと待って、ちょっと待ってな、ちょっと待って。こっち行ったらここで、ああ、なるほどな。こう出るか。まあ意味ないか。行こうか。サンズ、行き別れのサンズが。待って、ねえねえ、右上の怪しい路地に入ってみて、お買い得商品が揃ってる。マジで言うだな。オッケー。あ、サンズや。よー、怖い、行くんだって。その前に、おいらと飯でも食わねえがいいよ。よし、じゃあ、あんたらんごり、え？ない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 、お金ない、お金ない。お金ない、こっちだよ。おいら、地道知ってんだ。いや、金ないっす。お金ないんですけど、え？おお、ほら、もう着いた。さてと、あんたの旅もそろそろ終わりか。え、マジもうエンディング？よっぽど家に帰りたいんだな。まあ、気持ちはわからなくもないで。でもな、与えられたもんを受け入れて生きてくってのも悪くないぜ。ここには食い物もあるし、友達だっている。そんなにまでして帰る意味あんのか？そうなんやけど、ピクルスもおるしな。いや、やっぱり忘れてくれ。おいらはあんたを応援してる。いや、サンズとも別れたくないからじゃん。ええ人やからじゃん。わかるね、わかるな。面白い話してやるよ。おいらはスノーフルの森で警備員してるだろ。人間が来ない髪張ってるだけだから、毎日暇でさ。でも、森のずーっと奥に鍵のかかったでかいドアがあって、これがギャグの練習にぴったりなんだよ。ある日そのドアをお客さんの代わりにして、新作ギャグを練習してたらさ、突然ドアの向こうからおばさんの声で突っ込み入れられたんだ。取り得るままですか？もう永遠に入れられないと思います。何言うとりまんねん。何言うとりまんねんってさ。だから、すかさず返したね。ピン芸人に突っ込むやつがあるかいなってさ。そしたら、突っ込みに突っ込むやつがあるかいなって返されて。そもそもボケてへんわって言ってやったら、そのおばさん大笑いし始めてさ。今世紀最高のギャグでも聞いたみたいに、みたいな勢いで。だからおいらはどんどんギャグを連発した。おいらのネタであんなに笑ってくれた人初めてだった。ごめんなさい、私ぶっ殺しました。そしたらそのおばさんが、私も一つギャグを言っていいって言うから、どうぞどうぞって答えたら、ねえ、不思議だと思わないって言うんだ。何がって聞いたら、こんなに近くで話しているのに遠くだなんて。ビビったね。このおばさん、ただものじゃないって思ったよ。誰がおばさんや。その後はもう何時間もギャグ合戦さ。でも、おいらが考える時間になっちゃって、パピルズが寝る前に本を読んでやらないといけないからさ。マジ？おねんねか。そしたらまたいつでもいらっしゃいって言われたんだ。だからおいらその後も何度もそこへ出かけて、ドア越しにギャグを披露するようになった。最高だろ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、私が、ママ、ごめんなさい、もう返答返ってこないんですわ、ごめんなさい。でも、ある日、おばさんがあんまり笑ってくれなくてさ、うん、どうしたのって聞いたら、よくわかんないこと言われたんだ。もしこのドアから人間が出てくることがあったら、一つ約束してほしいの。どうか、その人間を守ってあげて、って。おいら、約束すんのって好きじゃないんだ。しかも相手は名前も知らないおばさんだぜ。だけど、寒い客でこんなに笑ってくれる人に頼まれたら、嫌だなんて言えないだろう。ごめんなさい。つまり、どういうことかわかるか。おばさんとの約束、あれがなかったらあんた今頃どうなってたのも、ほんまやな。そう。ほんまやな、確かに。怖い怖い怖い。え？サンズ、目ん玉、お前は今頃とっくに死んでいた。サンズ戻ってきて。ああ、そんな顔すんな。からかっただけだ。それにおいら、あんたのことちゃんと守ってやっただろ。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。おかげで、あんた一度も死ななかったのが。いや、私ね、あなたの弟さんかお兄さんの、ピクルスさんっていう方になんか殺された気がするんですよね。はい、私ね、ほんで、アンダインとか言う人にもめちゃくちゃ殺されたんですけど、
どうしたそんな顔して。おいらはなんか間違ったこと言ってるか。言ってないです。あのママがいないのはママがちまったからよ。わしがよ。あは、どこ行くのサンズ。ま、話はそんだけだ。じゃあ気づけてな。あんたのこと大事に思ってくれてる人がいるからだ。サンズとかやろ。サンズとかピクルスとかやろ。マジどうしよう。ちょっといろいろ見、なんかある、なんかある。ちょっと待って、端っこ、いうのはね、だいたい端っこからね、話しかければいいんですよ。あれ、ちょっと端っこがどこかわかりませんね。ちょっとセーブがありましたね。いらっしゃいませ。当店ではお席のご予約が必要です。それからテーブルと食器と食材もご予約を。はい。何も、なんか、お、鳥。わし漫才師で、今日は営業に来とりますね。おかげさまで人気者でして。ただ、うちのせがれはな、おどんみたいに笑、え、お笑いやる言うとりますけども、あいつのネタはもんないんですわ。寒いダジャレばっかり言うとりましてな、もう、親としては恥ずかしくて。ああ、笑えまへんがな。おかんが死んでもて、それ以来家におるのが耐えられへん言うて。そんでせがれは、家を出てしまったんです。それっきりおでん。わし父親失格ですわ。笑えまへんがな。んで、僕は今日はコアの作業員なんやって。コアの中はいろんなパーツが組み合わさってできてて、レイアウトを自由に組み替えられるんだ。いやー、しかし今日は楽しかったな。僕パズル大好き。コアぶっ壊して もらえませんかね。もともとは人間の侵略を阻むためにパズル作りを始めたんだけど、今じゃ複雑な建物を作ること自体がしきたりになっちゃって、散歩進めばパズルに当たる困ったもんだよ。うん。公演スケジュールな。芸人、ダンサー、サンズ、サンズ。さっき今休憩。サンズいろんなとこでそんな。メタトンが出演する。うわー、出た出た出た。レストランを訪れた有名人のコメントとサインが並んでいる。衝撃のうまさ、芳醇な香り、僕の顔は絶品。ん？全部メタトン、おい。メタトン面白いやつですね。てかサンズってどこに消えたし。おい、こっち行ったやろ、前は。こんにちは。レストランに来たけど予約するのを忘れたことに気づいてさ、うん、恥ずかしいから済ました顔でそのまま入ってきちゃった。で、仕方ないからこの葉っぱについた水を不法侵入&それは何かの罰だぞ。あかんぞそれ。そこまでしてこのレストランに入りたかったんか。とりあえずね、今回はセーブをしてね、終わろうと思います。なんかめっちゃ水、メタトンこいつ、わからん。ちょっとセーブしますね。ホテル、あ、メタトンホテルって言っとったわ、そういえば。ホテルの落ち着いた雰囲気に決意がみなぎった。はい、セーブしました。というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。さてね、どうなるやらって感じですね。これからちょっとね、私ね、あのね、アンダーテールをね、やるたびにね、楽しくなって、ウキウキしてるんですよ。最初はさ、やり方がわからんかってさ、これであっとんかな、ほんまにこれであっとんかなって思いながらやっとったんですけど、やるにつれて、ストーリーが気になるのと、やっぱ弾幕が楽しいのと音楽がええのと、あとキャラクターがすごい、もういろんなキャラクターがもうそれぞれ個性があってさ、もうそういうのが豊かで、もうやっとってすごい楽しいから、もうなんか私は最初やるときはまあ1ルートクリアしたらええかな、それで終わろうかなって思っとったんやけど、今のところは私なんか全ルートやりたいなって思ってるんですけど、これやったらなんかパート100ぐらいに行きそうな予感がするんですよね、コメントとか見てたら。まあそこのとこまた考えますけど、多分全ルートやると思います。というわけでね、今回ここまでにしたいと思います。また次回お会いしましょう。それではさよなら、バイバーイ。